京上野の国立西洋美術館でドラクロワとフランスロマン主義展が開かれています。会場にはロマン派のリーダーのドラクロワをはじめ、コラン、トリモレ、ビアールなどの72点の作品が、女性、ドラマ、死、戦争など7つのセクションに分けられて展示されています。中でもドラクロワの作品が注目の的、自画像。聖女たちに救われる聖バスティアヌス。夫の裏切りに我が子を殺すメディアの迫力。そしてナンシーの戦いの大作が人気を呼んでいます。この展覧会は東京では10月1日まで、10月10日から名古屋市美術館で開催されます。